スカーバラ伯爵ラムリーへの紋章のエスカッシャン部分、スカーバラ伯爵はイギリスの伯爵位、イングランド貴族、アイルランド貴族伯爵位ラムリー伯爵を前身とし、1689年に第二代ラムリー伯爵リチャード・ラムリーが除されたのに始まる。伯爵位名はノース・ヨークシャーのスカーバラにちなむ。ラムリー城、ラムリーエは、刑府上1200年代のウィリアム・ドラムリーまで、 遡れる。その子孫のラルフド・ラムリーは、ダラムに、ラムリー城を建設し、1384年に、イングランド貴族爵位ラムリー男爵位を得ているが、1400年に、大虐罪で処刑されたため、剥奪されている。その孫であるトマス・ラムリーが、1461年7月26日に、再び、ラムリー男爵位を与えられたが、そのヤシャゴである第四代、 ラムリー男爵ジョン・ラムリーの唯一の息子ジョージが1537年に恩調の巡礼に参加した角で大逆罪に問われて死刑剥奪されたため、爵位は四大男爵の死去と共に剥奪された。しかしその後、三大ラムリー男爵リチャード・ラムリーの次男、アンソニーの孫にあたるリチャード・ラムリーが1628年7月12日にアイルランド貴族爵位として ウォーター・フォードのラムリー子爵を与えられたことで、ラムリーへは再び貴族に列した。その孫で2代、ラムリー子爵位を継承したリチャード・ラムリーは、陸軍軍人として、モンマスの反乱鎮圧などに貢献した人物で、1681年5月31日に、イングランド貴族爵位、ダーラム州における、ラムリー城のラムリー男爵、1689年4月10日には、 イングランド貴族借位、ダラム州における、ラムリー城のラムリー子爵。そして1690年4月15日に、スカーバラ、